福岡に行きます今から。なんか違うね。タクシー一つ拾えんじゃないか。ラーメンも有名です。あラーメン松浦さん、あるよ。エブリディパッション松浦です。今日は福岡に行きます今から。今プロと合流しました。すいません、朝寝坊しすぎてギリギリすぎてビログ動画撮れませんでした。今から広島駅の方に新幹線乗りに行きます。1時間しかありません。ギリギリです。高速乗って行きます。じゃあその新幹線口まで See you again good joy。よっしゃ、広島駅着きました。女房に送ってもらいました、おかんと。たまに出るんでマスクつけます。駅着いた。なんかすごいし、お前これぶち熱いじゃん。いやこれ絶対なんかそのマスクじゃないだろ。腹減ったね。いやぶち腹減ったけうどん食いたいんだけど、うどん食いたいけど、ここでうどん食ったらお前食う時間ないって。45分だもん。うどん食いたい、やっぱり食いたいけど、12時にテルシー行って、御南亭行って、次が海流行って、なんか東洋軒行くんで、これにプラスうどんが入るんで、うどん食うたら食えまう普通に考えて。お前人間この腹しかないんだっけ。あこれ食ってみて。そうです。今、うん、絶対嫌だろ。いや絶対嫌だろ。なんで今で今なるべく食いとんない。 12時から寿司で。まあ恵比寿伸ばしてくれ今日は。よし行こう。乾杯。もう飲む。あマスクつけとった。わざとじゃないの。チャンネル登録よろしくね。もう飲むっていつ飲むんだ。あいつ今から寿司食うのに、なんでか知らんけど弁当買いに行った。これ買いました。嘘やろお前。マジで食う。買ってます。珍しく自分でお金出してます。なんなん夫婦アナゴ飯って。わあ、じゃあ今からいただきます。僕はビール飲んで、本当はうどんなんか食いたいんですけど、12時から寿司食って連食3杯1000円いけんということなんで、僕は食いません。横の筋肉マンはなんか一人がアナゴ弁当買って食うらしいんですけど、まあ僕と胃袋が違うんで、いつもこんな感じです。いつも僕はお腹いっぱいお腹いっぱいっていう言ってて、横のやつはいつも余裕で食ってます。じゃあそんな感じです。 See you again good joy。ちょっと思うんだけど、なんでお前のコーヒーわしが持っとかんじゃいけんの。自分で持ってやんお前。おいちょっと酔った。I wanna do it all with you by my side. If you're in need me here tonight, be brave and come along. I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes.To do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday.僕これ見て食べたいんですけど、食べたら死にます。55分よし、これからね福岡に来たっていうことで一日始まるんですけども、頑張っていきましょう。レッツゴー。僕ら着きました。来ました。これ何？太鼓？太鼓やろ。太鼓か。今からどこ行くん？照寿司。照寿司行きます今から。まあちょっと早け散歩しようか。ちょっと散歩しようか。ちょっと小倉の街を散歩します。都会だね。今日の意気込み？ちょっと酒飲んでしもうたけんね。ちょっとあれだけど、今日の意気込みは気持ち入ってるよ。今日は照寿司ラーメン3軒、4軒、4軒行きます。小倉のラーメン俺マジで分からんのに。だって俺初めて食べるもん。どこの店も。どういうラーメンが出るんかって言って、まあ、イメージはよ豚骨ラーメン、要はとっと豚骨豚骨と、まあ、まあ豚骨ラーメンに対して歌おうか後で。え、あれあれだし道楽すげえ、これあれすごくない？福岡にあるんよ。すごいわ。これ江田島じゃない？分からんけど、まあ毛小屋にもあるし吉浦にもあるよね。ああ、そういえばあれがある。どこ？天寿司が。天寿司どこある？この通り。マジで天寿司の方がええかったんじゃない？予約全然取れん。え、
マジ取れる予約。なんで？そんなに違う？いやもう予約取ろうと思って取れる店じゃない。え、コロナ。いやもう無理無理。関係なし。関係なし。マジで？え？どこにあるんですか？え？どこ？え？どこ？もうじゃあ。これが展示室ですね。あの噂の。福岡小倉の商店街に来ております。こんな感じですかね。まだあんまり店開いてないですね。あ、弁当が売る。プルあのお姉さんすげえマスクで顔を隠してたこんな感じ。これは本通りじゃない広島で、うん、小倉の、でも幅が狭いね、思ったより。そう考えたら広島広いね。松山もこんな感じじゃん。まあいつもだけど。おお、見える小倉城映して。てか暑いわ、もう夏じゃ。これ有名な。うん。NHK がある。なんか景色が綺麗だね。うわ、なんか違うとこに来たみたいだね。うわ、なんか違うとこに来たみたいだね。いや違うとこに来とんよ。やっぱいつも見る光景じゃないって。広島とかだったらやっぱ見慣れてるじゃん。こういう景色がないじゃん。なんか違うね。じゃあちょっとね、時間あるんで小倉城行ってみます。はい、小倉に来てます。小倉城です。小倉に来て一曲歌わないといけないと思うので歌わせてもらいます。小倉といえばラーメンも有名です。ラーメンも有名ですけど寿司も有名。マジわし休みないんだけど。来週休みよね、月曜日。いや、ほんまに来週ちょっと俺休みにせんと。これもう今これ以上やばいとこまで今来とる。体がもう分かる自分で。いやほんまに倒れる。もうなんか分かるじゃん自分が。あ、これ以上やったらやばいってとこまで今来とるけ。ちょっとまずいねこれは。でも来週休みよね、月曜日。まあ、ちょっと休もう。それさすがにもう休もう。それちょっとゆっくりしよう、月曜日は。もちろん携帯スマートフォンからも喉乾いとった。小倉駅戻ったんでこれから照寿司行きます。パラダイスパプル、わし元気出たわ。まあ久しぶりに2人でこうやって行ってます。僕らね、 YouTube 関係なしに普通にこうやって2人で遊びに行ったりは何年かに1回、その決まった感じではないですけどこうやって行くんですけど、まあ今日はね YouTube の関係性だけで来てます。僕たちは仲があんまり良くありません。声出るときはマスクするよ。それはカメラは声が入りにくいけ、カメラ越しじゃ外してるだけで人前で。え、これどこかん自由席。ブルー、わしパキパキに目覚めたわ。あのアルコールが足りんかった。あ、電車来た。はい、戸端駅着きました。今から照寿司に行こうと思います。じゃあ今からね、タクシーで向かいます、照寿司の方に。よし、たこ焼きは180円で売ってます。めっちゃ安い。おかしいよねこれ、明らかに。さっきのハーフパンツの方が確実なかったね。スウェットみたいなズボンとかじゃないの。この1枚しか持ってないもう今。高いよ。いやだって夜の時のズボン、もう全部実家に置いとるけん、うん、いやあるよそりゃズボンは、うん、あるけど自分の家にこの1枚しか持ってないし、しかも今ジーパンです。ジーパンって今流行ってないじゃん、うん、全然、うん、タクシー乗りました。よし行ってきます。よし See you again、 Good job。着いた1店舗目。よし行ってきます。エビバディパッション、パッションエブリバディ。めちゃ緊張してます。今のドリンクってあの出してもらったんですけど、あの聞き直しました。僕らラーメン屋なんで。はい、知ってます、はい、ラーメンなんですけども、はい、今日はすごく見たくて寿司もなんか出します。あ、ラーメンも食べて出してます。はい、ラーメンばっかりです。
あ、怖い。マジで、まあ、ここでお腹いっぱいに なると思うけど、はい、まあ、2時半まで空いてるから歩いて3分のラーメン屋さん、はい、ぜひ最後、だから2時半には行けると思うので。どういう名前の竜王、はい、まあ、結構九州ラーメン選手権で一番取ったような、もう歩いて3分ダブル取りできるんじゃないですか。行きたいです。おい、すごい美味しいです。まあ、あの並んでます。最初のたまには取る行きます。一番食べてるかな何系のラーメンなんですか。僕ラーメンは結構、僕は魚介系の。ああ、魚介豚骨。そうですね、はい。あ、1年で週1回長かったらやめようって決めてたんですけど。え、いくらぐらい早い大赤字ですういー、照寿司行ってきました。感動感動、もうね、言葉が出んよ。手が緊張した。今から小倉の方に戻ります。はい、まあいろいろ雨が降っていろいろありましたけど、無事ここに来れて、次小倉駅の方に戻っていきますので。なんか橋が見えます。何橋でしょう、あれは。何橋あれ、こちら。なんだろう、あの、ものすごい雨で残念ながら行くことができませんでした。どういったラーメンが出るのかがちょっとわからない。ちょっとギター披露します。いや、ちょっと眠たいじゃないか、酒飲んでからもう。めっちゃウケることが起きました。チーン。うわー、どうしよう、こんなことある、最悪。もう疲れたわ俺。ちょっとね、腹が。どんなラーメンかというと、ワンキョチーン。福岡、小倉城。